こんにちはは超クリエイターのおぐすけんじです、はい最後までですね動画の方を見てくださりありがとうございましたと言ってですね終わっておいてですねまた動画が始まるんですけどこれはですね一体どういうことかというとですねあの最初のですね講座動画を作ってからですねまあ半年ほど経ってからですねこちらの動画はですね新たにですね撮らせていただいて追加させていただいた動画なんですけど、えー まあ要は、ですねあのこの講座もですねベストセラーになるほどですねたくさんの方に受講していただいてですねそのおかげで分かったんですけどやっぱりですねあの心理学に基づいたですね心の話もしないとですねあのやっぱりこの講座の目的を果たすのは難しいなというね皆さんが生きたいように生きていただくために一生お金に困らない方法をお伝えするということなんですけど 結局これはどういうことかというとお金と心は非常に密接につながっているそしてお金とは何なのかお金の成り立ちはいでどうしたらお金の不安が消えるのかそして最後はですねどうしたらお金が増えるのかということをですね心理学にですね基づいてですねお話ししないとですねあの全体を 掴んでですね、はい、お伝えすることが難しいなと思いですね、あのこの動画をですね新たに撮らせていただいています。はい、でここからはですね、つあの僕もですねあのザ・プライベート・メンタル・ジム・ザ・チェンジっていうのですねあのメンタル・ジムのですね代表をやらせていただいていまして、はい、で開発者のですね片田智也さんと僕とでですね、お金と心理学についてですね、 えー、お話の方をさせていただいてますんで、一生お金に困らないポジ、えー、心理学ということでですね、はい、もう一つですね、こことは別に、プライベートメンタルジムザ・チェンジっていうですね、はい、あのアカウントの方がありますんで、ですねそちらの方の、えー、講座があるんですけど、そちらの方のほうの最初の方のですね動画をぜひです、ね、見ていただけたらなぁと思ってですね、はい あのこちらの動画ね、今つお、お話しさせてもらってます。で、結局あの、その講座を受けてもらいたいとか、そういうことじゃなくてですね、やっぱりあのお金のポジショニング術とですね、さらにその心理学、心と密接に関係してるんで、そのこともですね、あのぜひ学んでほしい、知ってほしいということでね、はいで、半年経ってですね、やっぱりそれも伝えないとですね、 あのー、皆さんが生きたいように生きるための講座と言っておいてですねそれがちょっとですねやっぱり抜けてるとですね難しいんでですねはいこちら今ねお話しさせていただいてますはいそれなんでねはいそちらのお,、えー、お話もですね今からですね聞いていただけたら良いかなと思います。 こんにちは。人生の変化を最速化するプライベートメンタルジムザチェンジのおぐすケンジです。はいはい、えー、チェンジ理論の開発者の片田智也と言います。よろしくお願いいたします。はい今回はですねお金と心理学メンタルというね、はい、非常に興味深いお話ですけど、えー、はいもうちょっとテーマっていうのはテーマテーマはですね、はい、お金の不安をきれいに消す方法となります。ああなるほど、えー、これ非常に興味深いですね。 っていうのは、はい、お金に興味ない人ってねいないと思うんですよね。うん、まあ犬とか猫見てるとね明らかに興味ないなって分かるんですけどあれぐらい興味ない人ってねあんまり見たことないんですよね。そでそれとやっぱ心が関与してるってことですかね。 そのお金って何ですか、うん、とかうん、うん、不安って何ですかとかうん、うん、もっと究極で、まあ、皆さん知りたいのはどうしたらその不安が消えるのか、うん、まあ一般的にはねお金いっぱいあればうん、うん、もう1兆円ぐらいあれば不安ないのかなとかですねまあ思ってる人多いですね。からずっとこうあれば、うん、もらえるならもう際限なくもらいたいみたいなね。<laughs> まあそれで本当不安が消えるんだったらいいですけど逆の不安がありますよね。こうこと奪われる恐怖が不安が湧いてきますからね。ねなるほど、うん、そ,うその理論で言っちゃうとね金持ちにうつ病いないってね、うん、なっちゃうけど現実にはものすごくいるらしいです、ね。<laughs> いると思いますよむしろ怖いんじゃないですか、はい、毎日が。でこれまあチェンジ理論っていうのはですね片田、まあ、さんがですね、まあ、作られたんですけど、まあ、3つの理論とですね まあ、一つのサマリーって、まあ、この4つによって、ね、構成されててですね、まあ、主に今回のこのチェンジ理論の中でですね2つ目のです、ね、フリーライダー理論というのがあるんですね。はいまあ、それをもとにですね <laughs> お話をさせていただくということになるんですけど <laughs> まあそこのチェンジ、えー、とフリーライダー理論の中ではですね、まあ、あのなぜ行動してるのにねうまくいかないのかっていう命題があるんですけど、まあ、それはうん。<laughs> も上げるよりも多くもらおうとしてるからっていうのがあるんですね。はい。だからこのお金の不安っていうのもそれと信じ理論の二つ目のフリーライダー理論とねつながってくるのかなと思うんですけど。そうですね。はい。でこれもよくわからない。はい。上げるよりも多くもらおうとしてるから以上終わりみたいな。はい。まあ一言で言ってしまえば。うん。じゃあちょっとこの順番にね、あのお金とは何か。 はいはい、不安とは何かうん、うん、どうしたらなくなるのかあいいですねその命題である、うん、あ,のあげるより多くもらおうとしてるから結局うまくいかないっていうところについてですね一つ一つねお話伺えたらいいかなと思いますわかりましたでそうするとこれ最後まで聞いていくとそれがわかる、うんうん、はいということでいいですかね何からいきますかねはいまあじゃあ最初お金お金 から、はい、そこからね、はい、伺っていきます。まあ、なんでしょうね、お金とは。はい、それではですね、あの一番最初のお金とは何か。お金の不安を消す方法なんですね。で、お金って何ですかっていうね。そうですね。まず。はい。お金。はい。お金とは何でしょう。まあ、一般的に多分道具だっていう。人は多いと思うんですよ。うんうん。 ただ何をする道具なのかってあんま語られないですよね。うん、そうですね。うんあの簡単に言えば価値を流通させるための道具なんですね。うんでまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもうん、うん、その人間って一人では生きていけないでしょ。はい。はい、うん。でこれって別に 例えの表現とかではなくて、うんうん、本当に生きていけないじゃないですか。うんはい、分業してますでしょう、うん。そうですね。ねはい、確かに僕も<ー>この服とかね、うん、作れないですよね。作ったことないですよね。はい、<laughs> 多分現代人にとってこう当たり前すぎて分かんないんですけれども、そのご飯一食食べるだけでも膨大な人の こう作業がそこに絡んでて、助け合いながらその一食ができているわけですよね。そうそう考えると、食、うん、パンとか朝ご飯の時これ出てきますけど、あれ自分で作れって言ったら <laughs>、その作り方も全く知らず、多分一生かかってもあの食パン一枚作れない。作 <laughs> れないですよね。はい。そうですそうです。です、まあ極論言ってしまうとこうこうなんていうんですかね。うん,うん。 衣食住っていう、こう、最低限の生活必需品を、こう、調達できないってことでしょそれって。うん、それは、あの、生存の危険につながるわけじゃないですか。簡単に言うと死にますね。うん、そうそう、死ぬんですよ、うん。<laughs> 死ぬんです。全部一人で何とかしようと思ってた人類はもしかしたらいたかもしれないですけど、うん、まあ、生きてないですよ。死んで、あの、子孫を残せずに絶滅してますから、うん、あの、我々の子孫っていうのは確実に、あの、分業した、 個体なんですねなるほど、うん、これもう間違いないな <laughs> 確かに僕も、うん、そのジャングルみたいなとこ放り投げられてですねもういくら探しても人はいないと、うん、その中で生きてってくださいって言ったらですねうん、うん、まあ3時間生きてる自信は全くないですね <laughs> 3時間ぐらいは生きてほしいですけど <laughs>、うんまあ、すぐ何か分かんないけどサーベルタイガーとか現れたりとかですね まあそう3時間ちょっとまあでも全く協力性しなければすぐ死ぬ自信ありま,す、ね、まあそうですね単純な衣食住とかだけじゃなくて安全っていうのもね、うん、我々は分業によって手に入れてますから社会インフラが我々を守ってくれてますよね、うん、当たり前かもしれないけどあの道があることさえもこれ助け合いの一,一環ですからね。確かにに、ねうん、行政に 助けてもらなるほど。<laughs> でそこで、はい、まあ重要になってくるのがお互いに分業したあ分業といいますか自分が専門特化して生産した価値を誰かとこうエクスチェンジ交換するわけですよね。じゃあその時に主観的になればみんなわかると思うんですけども自分が10の価値を持ってると。そしたらら相手からも当然 十の価値を欲しいわけですよ。あえて数字で言うとですよ。そうですね。十価交換。等しい価値を皆さん交換し合うが当然ですが原則になってくると。十価交換ですね。うん。まあ確かに自分がですね。あのまあ夫婦間でもよくありますけどね。私ばっかりみたいなね。あなた何もしないじゃないとかね。別に僕が言われてるわけじゃないですよ。あのこれだから十提供して二十二。 12, 12ってやってらんないってそれ誰でもないですよね。ですい。はい、まあそれこそ今お金があるんでその尺度がしっかりとあると、うん、うなのでコーヒー屋行ってコーヒーの代金を払ってって,ってそこで10日交換なされてるとみなしますから別になん問題は起きないんですけれどもじゃあお金がない時代ってどうしてましたか その交換の時そうすると物々、うん、交換ですかねと一般的には言われてますよね。じゃないんですか微妙。お<ー> <laughs> っていうのも衝撃の事実ですね。<laughs> だってよ,よく考えていただいたら多分みんなわかると思うんですけどうん、うん、何でもいいや私このジャケットいらないんで奥、うん、さんその帽子くださいと。うん、で交換しましょうってなった時にうん、うん、その。 どっちら方が価値があるかみたいな話に必ずなるはずなんですよ。俺の方が得してる俺の方が損してるみたいな損得の話って必ず出ますでしょうそれはそうですねまあこれだと分かりにくいですけど例えばわ、うん、かんないけどかローレックスの時計してるか、ね、それと帽子と交換してくれって言ったらうん、うん、多分世界中どこ行ってもそれはどうかではないってほとんどの人もしますね可能性が高いですよね、はいうん、まあそのそうするとじゃあこれ物々交換しましたって <laughs> 別俺したから、俺、物々交換したからって言っても難しいです、ね、難しいですね。じゃ難しいですね。で、その帽子と合うって何って言われても、分かんないですよね。何をもって、その等しいかっていうことが、もう誰にも分からない中で、うん、じゃあ、常にそのみんなと等しく交換して、ちゃんと価値が循環してたかっていうと、多分すごく怪しくないですか。か普通に考えたらですよ。そうですねまあ、僕らは今ね、<laughs> お金っていうのがあるんですよね。概念の元に で話しちゃってるからあれだけど尺度ないそうお金って概念すらないこれは100円です50円ですとかって概念すらない中でそれはすごく難しい貝殻10個と鹿の肉とか分かんないですねだから何の目安もないのに投下交換っていうのがなされるはずがなくて。 多分物々交換が我々の,その経済のスタートだって言ってるのはそのなんていうんですかねまあ心っていうよりねえー、えー、心そういった人,人間的な関係というよりもこうんていうんですね単なる交換だけ見た場合にまず持って物々交換があったんでしょうみたいなそれは多分経済学者の理屈であって、うんえー、人類学者とか。 民族学者とか、うん、記録とかね、うんあの、そういったものをこう見るような人たちにとって、うん、まあ物々効果なんてまずはないだろうと。<laughs> まあ、あり得ないと。確かにそうで、<laughs> 数字とかお金とかって概念がない中で、俺貝殻5個あげて、で、わかんないけど、鹿の肉をね、大変な思いして <laughs> 取ってきたのとか。1個ちょうだいと。うん、とか、そのあんまりそれが、 どう考えてもそれおかしいですね。とかってなるとなるさっきの,、うん、あの夫婦喧嘩じゃないけどやってられないって、ね、昔もあったはずですよ10万年前ぐらいやって,<う>やってたと思うそうですね、うん、それって別にあのなんだろう確かに心の問題なんでですね、はい、どう思うかはいだから多分同じ町の住人で信頼し合ってる関係で一人が山に鹿の肉を取りに行きました一人が海に行って魚をこう 取ってきましたとでみんな助け合いだからって言ってお互いに取ってきたもの同士を交換して、うんえー、分け合うと、うん、なった時に、うん、関係がうまくいってれば、うん、あ,のありがとうとお互い協力をしたね、うん、というふうに言えるんですけど、うんうん、関係が悪かったらいや俺の方が大変だったと思うよ。 とかいう議論は絶対あったはずなんですよ。確かにそうですね。まあそうすると、ほとんど心の問題。結論言うとよくまあ僕はさっきあの物物交換じゃないですかって言ったけどそうじゃないと簡単に言うとあの必ずそこに貸し借りっていう概念が生まれたはずです。おお。ういまあ信用信用取引ですね。ああ、聞ありましたね。信用取引。ああ、まあ要は貸し借りと。 はあ、まあ日本語だとんだろうギリギリを恩を返すとかねに近いですねギリを返すとかねまあうん、うん、似たような意味ですか私<あ>今困ってるんでちょっと寒いんで大越さん帽子くださいって言って「すいません今何も差し上げるものないんですけど」って言っても大越、はあ、さん多分もくれると思うんですよ、はあ、<laughs> その時に私は仮を作るわけですよねうん、うん、あ貸しをえ 貸しをを作って私は借りを作るのかあね。申し訳ないなっていう気になるじゃないですか、うん、借りる。<ー>で本来この借りをまだ返せてないその時返せてないっていう感情が、はいあまあ、要するに何だろうな、うん、うん取引はまだ済んでませんっていう意味で「済、うん、みません」っていう言葉がぐらいあるんですねすみません,うん、うん、そういういや信用取引がの感情が。そうそう まあ用語なんですね。ですね。何かを価値をもらいました。私は本来それに見合う価値をお返し,しなきゃいけないのに、お返しがまだ済んでな、うん、ないんです。すみませんっていうのが本来のすみません、ね、あ,あなるほど。なっ<値><あ>貸し借り。おじゃあ次はこの貸し借りっていう概念を、うん、あのー、分かんないと、まあそのお金とはなんじゃよとかですね。そうですね。まあ分かりづらいということなんで、はい。じゃあ次はですね、その貸し借り まあ難しい経済用語で言うと信用取引っていうんですけど、ねえーはい、それについてですねはいあのー、お話伺っていきますはいはいそれではですね今回はですね貸し借りっていうねはい答えについてねお話を伺っていくんですけどちょっとここまでまとめるとですねお金の不安を消す方法っていうところなんですけどでなんでねまあじゃあそれはどうやったらお金が入ってくるかもらってくるもらえるかっていうとここまとめるとですね あの価値を提供することによってまあ価値が戻ってくると。で、その時にまあ昔はそういう物々交換なんかもあったりもしたんですけどあの今だとそのお金でやり取りする。はいまあ、価値を提供したらまあお金払ってくれるとかですね。まあそういう風な価値の投下交換によって成り立ってんだってことなんですね。で、まずここが前提で分かんないとなんか分かんないけどこうスマホとか見てると。 1>, 1日10分スマホをこういじってるだけでですね何かお金が入ってくるとかですね、あのー、そういうとこに行っちゃうで何かざわ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 してくるっていうそういうことが起きてるのかなって今思ったんですけど、はいうん、だからその価値を提供するとかねそこにフォーカスされていないとよりなんていうんだろう不安が増してくる。でその結局価値を 渡渡して帰ってくる渡してててて帰帰っっくくるるとでそれって何だというと貸し借りじゃないかと一言で言うとで渡したらすぐ帰ってくるわけじゃないし、うん、はいあのじゃあその貸し借りをしていくわけですけど交換っていうんですかねその貸し借りって何ですかってねいう,ね、うん、いう今回はそういう話かなと思いますけどはいこれ貸し借りってそもそもうん。 まあ僕は物々交換でずっとやってきたのかなと思ったんですけどいいつ頃かからそういう概念とでできたんですか、ねえー、まあこればっかりはね、えー、誰も正確に分かんないですよね。と、うんうん、いうのもその記録がない時代の話でしょう<ー>まずもって大体、うん、我々ホモ・サピエンスっていう生物ですけども、うん、まあ地球上に誕生したのが20万年前ぐらいかと言われてますから。うんうん は記録も何も何ないですよ、ね、うん、うん、その直前の人類ネアンデルタール人とどう違ったのかっていうと、うん、まあやっぱりその協力を端的に言うと、はい、まあ分業であり価値交換であり、うんえー、投下交換、うんえー、引いては貸し借りだったんじゃないのっていう話だと思うんですよ。だけど分かりやすいそのもので言うとメソポタミア文明。 うん。前あな教科書であるほどね、ええ。えええ世界最古の文明って言われてますけど、あね、まあ実際わかんないけどね。まあ紀元前数千年単位のものなんで、うん、まあ相当な昔ですよ。あでもそんな前から信用取引ってあ,、ねうん、あったとされてるますね。あのハムラビ法典ってありますでしょ？あそんな教科書に乗ってね聞いたこえますね。<laughs> はい。えっとね、利息の概念とか出てくる。 っぽいですね。うん、粘土、うん、版の時代ですけど。その時代から利息。ただお金ないんですよ。まだ貨幣っないう概念ないない。あ、それさ興味深いですね。お金ないのに利息って概念はあった。でしょう。だから一般的にお金っていう概念が先にあって、貨幣。 貨幣が生まれてから信用経済クレジットっていうのが一般的な認識なんだけど、まるで逆ですよ。すね、貸し借りがあるんです、先に。<laughs> 本当ですね。<laughs> うん、うんうん。確かその当時は本当にお金がないんで、大麦を、うん、何単位まあ。 わかりません。こういうの一束としたのか知りませんけども。単位として、まあ、お金通貨の代わりにしてた、ああ、ぽいですね。商品貨幣ってやつですね。まあ、日本だと、ちょっと前、もあ、年貢でしたからね。日本だと米が、商品貨幣でしたね。うん、うん。えその中にね、面白いのがあって、あの粘土板が。あるんですけど、そこに書かれている内容が面白くて。ちょっと。 記憶をたどって読み上げると、えー、収穫時にこの粘土板を持参したものに、アルミラはこれ人の名前ですね。うん、アルミラは、えー、大麦330単位を引き渡すって書かれてあるんです。これどういうことか分かります。それ借用書じゃないですか？でしょ。<laughs> はい、<laughs> まあ間違いなくなんか？アルミラさんは誰かから何かをもらってその時に代わりにですよ。その粘土板あげたと思うんですね。うんうん、多分手元に。 大麦がなかったんでしょう。うん、収穫時にそれを持ってきてくれたら、えー、その分の大麦を返しますよっていう意味合いだった。これが借りです。うん、貸しです。だからその粘土板は要するにあの貸し借りの証明書になってたんじゃなかろうかということです、うん。へえ。<う>じゃそ,そんなのそんな何千年も前あったんですね。で面白いのはその粘土板に。 小楠さんがこの粘土板を持ってきたら片田は330単位を返すよって言ったんじゃなくてうん、うん、誰が持ってきても330単位の大麦と交換できますよっていうニュアンスだった。ということはもうお金でしょそれ。本当ですね、ああ <laughs> 本当だこれがお金の始まりじゃないですか。あなるほどあそうか <laughs> お金って、うんうん、ああそうかその証文なんですね。 借証文ですよあうん、うん、確かにだから誰でもこう,うん、うん、まあ言ったら何だろうな、まあ、昔不良債権問題ってあった、うん、<laughs> そうその証文がこう売り替え今でもそうかもしれないされる債権譲渡,譲渡 <laughs> されてるんですよお札がああじゃあ,あのお札って全部なんか債権譲渡をめっちゃしてんですね っって思った方がリアルに近いくないですか、うん、あなるほどあ、うん、今の非常に分かりやすくてでもそれ大麦だった大麦だったわけですね大麦330体とか体だって、ねうん、あだから本当そうですねお金の前に信用取引っていう概念があってやってたそれをなんか記録として流通できるようにしたものが まあ貨幣だって考えた場合にうん、うん、もうその辺の飲食店入ってですよお金を渡すっていう行為は、うん、要するにあの今返せる価値がないのですいませんこれで貸しにしといてくださいっていう意味なんですよ。ああ<ー>あなるほどあ面白いであというのもね貸し借りの概念ってなるわけですね。ですね。そ、はあ、それがままあ、まあ今のかなりその ショートカットして抽象化してますけれども、うん、本来僕らが生きていく中では価値交換が必要で必然的に貸し借りが発生すると<ー>ただ記録残しとかないと分かんなくなっちゃいますでしょうん、うん、そ本来的な貨幣のメインの役割なんじゃないですかねああなるほど、うん、私は考えてるてあそれが今本当にその便利になっちゃって、うん、その大麦じゃなくて本当お金だけ でそのお金っていう証文を持っていけば物、うん、理的なものをほぼ全てと交換してもらえるからやっぱりお金欲しいよなって。心がなってくるっていうのもうん、うん、我々はその歴史を本を読んで知ることができますけれども、うん、生まれた時に物々交換とか貸し借りしてなかったでしょ。うんうん、お金でやり取り取してま生まれたもう生まれた時から 両親がお金を使ってやり取りしてるの見てますからうん、うん、あの歴史を知らないんですよこれが何なのかだから錯覚に近いとは思いませんこれ<ー>、うん、単なる債権貸し借りの証明書に過ぎないものに価値があるって思って大事にしちゃってる変ですよあそれを聞けばお金がすごく便利になりすぎちゃって <laughs>、ね、物理的なものなんでも交換 できるから極端だしなんか世界一のビルですって言っても、うん、まあ別に向こうが売るって言えば,払えば、うん、お金払えば売ってくれる <laughs> お金を払えばねかある意味なんか、うん、そバンバンできちゃったら神になったようなね気持ちに錯覚に陥るでしょうね錯覚ねああということはこれ話していくとその貸し借りっていうのがあって 言ったらこれ貸し借りを多くしてった方がいいって話になるんですかね。うん、うん。冒頭言いましたけど、その価値交換しないと我々は死ぬ。だ、うん、った場合に、その単純な物々交換をしていると、どうしても価値が滞りますでしょう。うん、渋滞しちゃうんですよ。うんうん、価値が流通しなくなっちゃうと。なるほど。そうすると、あの生存する確率も減る。うんうん、人口が増えない。うんうん、で、我々がこんなにたくさん人口今。 なって生き延びてるってことは、価値をうまく流通できたっていう結果なんですよ。なるほど。それはまああの信用経済を、えー、採用したから<ー>で、そこにお金っていうまあば媒介物ですねうん、うんう、うまく取り入れることができたからっていうふうにも言えるでしょうね。うん、うん、なるほど。えー、だからそこが結構まあ矛盾してきて、えー、いや要は一円も使いたくない、一円も使いたくない。<laughs> うん、なぜなら減るから,るからっていうふうにその貸し借りは言ったらそういう人は貸し借りをしない流通させない、うん、価値を提供しないって言ってる、うん、でこれがやっぱり最初のテーマである「不安をなくす方法、うん」あそうです、ね、ななんかつながってきたような気がするんですよね。いはということですね、まあ、あの次はですねこうよりこう流通させるっていうんですかね。 なぜ不安になってくるのかっていうねどうしたら不安なくなるのかっていうことにねまたお話できたらと思いますはいここまで見ていただきありがとうございましたはいここまででですねこの一生お金に困らない心理学のですね講座の5分の1ぐらいですかね4分の1ぐらいですかねはいをお伝えさせていただきましたはいで一番最初にですねやっぱりこのお金もポジショニング とはですねもう一つ別にですねお金と心お金と心理学っていうことをお伝えしないとやっぱりですね皆さんが望む人生を生きるっていうねところに届かないかなといった意味がですね少しね分かったんじゃないかなと思いますはいであの是非ですねあのこの講座ですね一生お金に困らない心理学プライベートメンタルジムザ・チェンジのですね講座をまたですね えー、覗いいいててですす。ね、受講したただけたらと思いますはい、ここまでですね、はい、受講していただき、ね、ありがとうございました。また、あのー、次の講座、別の講座でですね、はい、お会いしましょう。